皆さんこんにちは、スタントライダーの岡です。今日はバイクのインプレッションやっていこうと思います。今日乗るバイクはこれです。じゃん、Z900RS です。はい、なんとね、サスペンションメーカーのナイトロンジャパンさんからお借りしてきましたね。僕実はね、ゼファーカイっていうね 400cc のバイク乗ってたんですよ。だからね、もうこのデザインがマジでドストライクでね、ほらレトロスポーツっていうことで、Z1 とか Z2 とか、まあそういうね、イメージを、まあ、スタイルに出してきたっていうふうに言われてますけど、僕はね、ゼファーの思いが強いです。はい。ね。だからもう本当にね、この火の玉カラーのゼファー乗ってたんですよ。僕はね、赤白だったんですけど。だから本当ね、このバイク乗ってみたいなってずっと思ってたんですよね。で、ついにね、今日インプレッションができるので、超テンション上がっております。はい。ね。で、まあ、せっかくなんで、ちょっとね、バイクの、装備というか、見ていきましょう。ね。ちょっと後ろから行こうか、そしたら。ね。ウィンカーがね、LED ウィンカーになってます。ね。これですね。はい。で、まあ、シートがこうやってね、なんて言うんだろう。横にこうラインが入ってて、非常に、形がスポーティーなんだけど、デザインはレトロっていう、なんかすごいね、素敵なデザインしてます。で、カラーリングがね、火の玉カラーということで、ね、こういうね、もう本当に僕のね少年心をくすぐるカラーリングをしております。はい、タンクの形もやっぱいいっすよね。でこれがね、なんか川崎のタンクっていう感じがします。はい。でエンジンの方は Z900 の、まあ、ストリートファイターのね、エンジンを、なんかベースに作っているという風に、聞きました。はい。なのでまあスポーツ系のエンジンと言ってもいいんじゃないでしょうか。おそらくね、かなり低速扱いやすかったので、でそういう風にその低速が扱いやすいようなチューニングを施したんじゃないかなという風に、思います。はいね。で、ヘッドライトは LED です。まあウィンカーもね、LED になってます。でヘッドライトが、これね、実は 6個に部屋が分かれてるんですよ、これね。で4つが下向きで2つがハイビームっていう風に、言ってましたね。はい。であとはね、この砲弾型のメーターですよね。砲弾型のメーター、もうこれがね、僕はね本当ね、ゼファー感があってね、大好きです。はい。でやっぱりね、そのアナログのね、メーターがちゃんと、ついていて、真ん中にね、デジタルの、液晶がついてます。はい。でここにね KTRC って見れるんですけど、川崎トラクションコントロールということで、トラコンが装着されています。ちなみにね、ウィリーするときはオフにしないとできません。はい。アクセルターンもできません。なのでね、技練習するときなんかはね、オフにすることをおすすめします。はい。でクラッチがね超軽いです、これね。人差し指1本でいけます。でこれはね、あのスリッパクラッチが装着されていて、それの副産物でこうやってね、非常に軽いクラッチ操作が、できるようになっております。これはね、本当ね、 U ターンの時とか、まあ、繊細な操作とか、あと長距離乗るときに疲れづらいとか、ほんといろんな意味でね、この軽いクラッチって操作しやすいんでね、非常におすすめです。で、ブレーキの方はラジアルマスターついてますね。はい。これもね、実際もういろいろ技やったんですけど、やっぱりラジアルマスターのコントロール性はね、圧倒的にやりやすいです。ね。こういう風にね、ブレーキが最初からね、強化されてるっていうのはね、非常にポイント高いと思います。はい。で、これナイトロンジャパンさんに、借りた車両なので、フロントフォークがね、ナイトロン仕様になっております。はい。ね。まあ、ウィリーの着地とか、あとはストッピーとかね、その辺のコントロール性も抜群でね、非常に乗りやすかったです。はい。で、キャリパーが、対向4ポットの、まあ、ダブルディスクと、しっかりとした、ね、ストッピングパワーがあります。ストッピーも、ね、軽々できました。十分な、制動力あると思います。はい。で、これちなみにね、マフラーが変わっていて、スピータダオさんのね、マフラーがついてます。はい。純正乗ったことないんで何とも言えないんですけど、結構ねパワーが出ているマフラーらしいです。はい。であとね、これです。リアサスペンション見てください。ナイトロンが入ってますね。ターコイズブルーね、この青がナイトロンジャパン、ナイトロンのカラーですよね。はい。で後ろにねリザーバータンクがついてるというね、この別体がまたねかっこいいっすよね。はい、はい。あとね、ポジションチェックしていきましょうね。はい。あ、結構ね、やっぱり足つきは結構いいですね。つま先なんですけど、つま先がべったりって感じですね。かかとはさすがに浮いちゃうんですけど、そのバイクをしっかり支えられるぐらい、つま先がね、しっかり、届くので、
僕172センチなんですけど、それぐらいの体格の男性であればね、全然余裕だと思います。車高は全然高くありません。うん、でポジションもね、結構ハンドルが幅広いですね、結構。うん、意外とハンドルが広いです。うん、なので、まあ、ちょっとね、ワイドな感じするんですけど、ちょうどいい距離にハンドルがあるので、疲れづらいと思いますね。はい。ね。非常にいい、楽なポジションだと思います。あとはシートの方も座りやすいんですけど、ちょっとね、ハードな感じになってます。多分ね、これはレトロスポーツっていうんで、やっぱスポーツ性能も意識している、そんなね、シートの硬さになっていると思います。はい。ただね、タイヤの面積は結構あるので、そんなにお尻がすぐに痛くなるような、そんな感じはありません。さすがに長距離走ったらちょっとね、痛みを感じるかもしれません。はい。ね、そんな感じのポジションになってます。ね、ということで、今日は、この、Z900RS、峠道を少し走って、街乗りインプレッション、峠道インプレッション、そんなのを、やっていこうと思います。それではね、実際バイクに乗っていこうと思います。行ってきます。ここチャンネル。はい、それでは、千葉県のね、九十九谷というところまで来ました。加納山というね、山なんですけど、ここからちょっとね、軽く、ワインディングを流しながら、そうですね、まずは、スタントライディング、少しやってみました。ウィリーやったりとか、ストッピーやったりとか、アクセルターンやったりとか、進入スライダーもねちょっとやってみました。なのでその辺のね、インプレッション、こんな感じのバイクだよっていうのをね、話しながら、ちょっと峠道を流していきたいと思います。それでは行きますね。超景色最高。もう今ね、5月の中旬でかなりね、暖かくなってね、今日ね、着てるのがね、クッシャニのフルメッシュパーカージャケットなんですけど、さすがにちょっと寒いのでね、内側に1枚薄めのパーカーを着ております。はい、ね、そんな日でございます。はい、で、今日ね、Z900RS 乗ってるわけですけど、実はね、先ほど、ウィリーの、映像を撮ったりとか、ストッピーの映像を撮ったりとかね、いろいろやっておりました。うん、びっくりするぐらいね、スタントライディングに向いてるバイクだなっていう、感じでした、一言で言うと。うん、というのもね、アクセルがとにかく開けやすいんですよ。ビッグバイクなのにすごいエンジンの味付けがマイルドになってて、でベースはね Z900 っていう、ストリートファイターのね、エンジンを使っているわけなんですけども、それなのにねすごい扱いやすいんですよ。うん、で特にね低速トルクが強くて、今ね九十九谷公園から出発したわけですけど、発進した瞬間、あの時なんかもう本当楽だなっていうね、そういう印象でした。うん、だから本当に低速トルクが強くて、アクセルが開けやすくてコントロールしやすい、そんなねエンジン特性だったんですよね。で要はその特性がウィリーをする時にとてもとても楽で、で普通はリッタークラスのビッグバイクになるとアクセルの突きが良すぎたりパワーが出すぎていたりして、結構コントロールっていうのは難しいんですよ、ウィリー中の。うん、でアクセルオンオフしたりするともうギクシャクなっちゃって、とてもじゃないけどできないような感じになるし、うん、だからアクセルのねパーシャルコントロールっていうのは、ね、とても重要になるんですけど、そういうパーシャルコントロールも非常にねやりやすい、そんな、スロットルワーク、エンジン特性だったですね。うん、でかとはいえストッピーなんかするとき、アクセルね全開でしっかり加速すれば、ものすごい加速、やっぱりねリッタークラスの加速感が、あるわけですよ。で一速でねうわって加速すればもうそれだけでね結構そこそこのストッピーで距離走れたりとかして、やっぱ加速感もしっかりあるし、うん、低回転の扱いやすさと高回転のパワー、それがねしっかりね使い分けられる、そんなね、エンジン特性だというふうに思いました。うん、非常にねよくできてると思います。うん、ね、であとはねストッピーした時、やっぱストッピングパワーにちょっとびっくりしましたね。
ブレーキがすごいいいので、ストッピなんかも非常に簡単にできました。びっくりするぐらいね、簡単にリアが浮いてきて、うん、これなんかスタント用のバイクなんじゃないかっていうね、感じるぐらい、上げやすかったです。だからブレーキがすごい強いっていうのと、あとは車体が軽い、この2つの影響でそのストッピーがねすごいやりやすかったですね。びっくりしました。で、まあ調子に乗っちゃってね、そのストッピー180とかね、その辺のこともできてね、うん、なんかもうこのまんまエンジンケージつけてこのバイクでスタントやりてえなみたいな、むしろやったら超かっけえなと思って、 そんなね、感じのする車体でしたね、うん、で、あとはねアクセルターンもできました。びっくりしました。僕もびっくりしたんですけど、やっぱりリッタークラスのネイキッドってやっぱり車重が重いしバイクを寝かせられないんですよ。で、アクセルターンやるときってやっぱりねバイクをしっかり寝かすことがね、成功の鍵なんですけど、僕がねなんか乗った感じゼファーカイと同じか、もしかしたらそれより軽いんじゃないかみたいな、そんなね感じのする車重だったんですよね。ちょっとね正確な数字わかんないんで、後で、調べておきます。インターネットで調べておきます。はいね。で、まあ、そんぐらいね、非常に軽量な車体でびっくりしたんですよね、うん、だからその軽量な車体と扱いやすいアクセルワーク、あとはそのブレーキパワーですよね、しっかりした。あと足回りか、そうね、ストッピーのそのもちろんねブレーキ握って、ね、フロントフォークが縮んで、ね、全車重をこう支えながらね、ストッピーやるんですけど、やっぱりその時のね、足回り、まあ、今回の場合かね、ナイトロンジャパンさんのデモ車なので前後さすがね、ナイトロンになってるんですけども、だからまあ、Z900RS の評価というよりはナイトロンのサスの評価になっちゃいますけど、さすがね本当良かったんで、びっくりするぐらいストッピーやりやすかったですね、うん、ストッピー中空中でね余計な振動もなかったし、もう本当に扱いやすいから、そのままねエンジンガードついてないのにねストッピー180とかねそのままねできちゃったんですよね、うん、であとは着地の時か、うん、ストッピーでこう着地するとき結構ねガシャンってこう着地するんですけど、やっぱりねその辺ナイトロンのリアサスがねしっかり、吸収してくれて、本当にねソフトランディングでしたね、うん、その辺のやっぱサスペンションがよく動いてるなっていう感じがね、しました。はいね、まあ、そんな感じでスタントやってみましたが、本当にねびっくりするぐらいねスタント意外にねスタントができる、そんなねバイクだなっていう風に、感じました。はい、ということでね、とりあえず、まあいろんなね、技やってみて僕が感じた感想が、そんなところです。はい、それではね、ちょっとこれから峠道走って、峠道の、印象とかそういうのもねインプレッションしていこうと思います。